はい、おはようございます。令和6年7月の5日金曜日の朝です。藤代青葉台町内会という看板がありますね。七重町になります。うわ、個人情報もヘッタクでもないな。世が世ならモザイクかけなきゃいけないかもしれないですけど、まあ藤代青葉台町内、まあ、全員出てるわけじゃなく希望者だけ乗せてるような感じなんでしょうかね。西口と東口からこの住宅街が構成されています。ここも車があれば東京駅まで乗り換えなしという高ロケーションなんでしょうね。この先踏切の前にですね、下 6C という、おそらく下り第6閉塞という意味なのかな、そういう看板が見えるんです。看板というか、表記が見えるんですが、この踏切はさすがに結構歩いたな。あとね、いくら湿度がその低いとはいえ、やっぱベースは暑いので、やっぱ暑いは暑いです。冬とはちょっとやっぱ違いますね。はい、到着いたしました。これはこれなんて読むんだろう、戦川って読むのかな。戦川1号踏切ですね。ちょっと見えるかな。戦川1号道路踏切というふうにこちらの看板には出ていますね。戦川1号線道路踏切。これでこっちの看板はね、戦川1号線踏切、1号線踏切と1号線道路踏切とまたちょっと微妙にニュアンスが違いますね。これ油臭いのはこの先にあの自動車の工場があるからなんでしょうね。こっちがね、多分函館方だと思います。違うかもしれないですけど、ちょっと地図で照らし合わせながら、こちらは大沼方だと思うんだけどな。で、函館支社の踏切ね、大抵あの符号がついてるんですけど、その H ホニャララみたいなね、それがね見当たらないんですよね。さっきの下 6C っていうのは多分これ踏切ではないと思うんですけどね。はい、でちょっとこれ周りがね、うっそうとしてるように見えるんですが、このうっそうとしてる向こうは、先ほど見ていただいた、あの、藤代青葉台団地ですね。はい。踏切です。はい、時刻10時です。予定通りですね、私ここに10時に到着する予定だったので、10時到着は予定通りです。踏切もね、こんなさ、1日に旅客列車数本と貨物列車数本しか通らないような踏切でも、こうやって、全方位型の LED 警報灯がついていると。まあ、おそらくこれはよく言われていますが、踏切のこのこういったものの耐用年数が過ぎたので、しょうがねえから交換したんじゃねえかっていう話ですよね。あそこに信号機があるので、あの信号機の制御のための箱なんでしょうね。あれは踏切とは関係なさそうです。踏切の箱ないのかな。そしてね、これ面白いのが、ここにお立ち台があるんですよね。おそらく
その手旗信号の現状を行う人のためのお立ち台なのかなと見られますが、踏切の右側にお立ち台があります。はい、ではですね、これ軍川じゃなく戦川だと思うんだけど、戦川1号線踏切、1号線道路踏切の見学を終了します。5分かこの動画。やっぱり8分は欲しいな。暑い。ではですね、この動画が8分を迎えるまで、次の話題の前にですね、ちょっと地図を一旦見ます。では、七飯町の、またまた歩いていきましょう。ここはタイヤ屋さんなんですね。タイヤがいっぱいあります。タイヤを仕入れて売っている場所なんでしょうかね。はい。では、戦が1号線踏切を見終えて、次の動画まで時間をつなぎましょう。3分ほどお付き合いいただきます。あと3分ほどですね。七飯町は、まあね、新幹線が来たんで、すごく便利な街になってるんでしょう。これがね、よく東京って私言ってますけど、東京ではなく、例えば、まあ、ちょっと極端なことを言うと、まあ、青森や盛岡、函館には出やすくなったと思います。青森まで1時間ちょっと。盛岡、仙台はもうプラス、それぞれ1時間ずつ。函館空港に出るのも、ここそんなに不便ではないので、東京行くんなら新飛行機っていう選択肢もあります。函館空港もね、意外と飛行機の本数も多いんで。暑い。ここね、住宅街なんですよ、実は。右側に行くと、多摩プラザや鷺沼もびっくりな住宅街が広がっています。道南の七飯町って確か一昨年ぐらいまでファイターズがやっていた応援大使企画では、小屋野と近藤健介だった気がします。また七飯町といえば鍵谷陽平ですよね。鍵谷陽平さん、ジャイアンツから戻ってきて何してんだろうね。全然今年話聞かないですけど、ファイターズで育成契約してたような気がしたんだけど、これ帽子かぶんない方がいいんだ。暑いけど、おおおお、あー、なるほどね。こっから見、ちょっと高台に今いるので、はい、ではですね、次の踏切到着したらまたお知らせいたします。はい、時刻は10時13分。こちらが先ほどの1号踏切の対になっている2号踏切で、2号線踏切ですね。はい、撮影タイム。これおそらく右が函館方なんでしょうね。左が、旭川方になるでしょう。じゃあ踏切見ていきます。はい、こちら函館方です。では見ていきましょう。こちらは、この付近は除草もされているし、カーブということもあって枕木がコンクリートの PC 枕木になってます。
れた。もう疲れたのかって。ね。この程度で疲れてたら、この先まだまだ歩くんで。こう見るとね、右側も、ちょっと草が茂ってて見えづらいですけど、非常にその、眺めがいい街になってます。今、車が通ります。暑い。はい、ここまで歩いてて思ったんですけど、自販機ってものがないですね。飲み物を、踏切巡りする人はそうはいないでしょうけど、まあ、踏切巡りされる方はぜひですね、飲み物はしっかり用意された方がいいと思います。私、先ほど、新函館北斗駅前の浜那須クラブで、ペットボトル1本、あと昨日の夜から飲まなかったコーヒーのペットボトル1本、それぞれ用意しているんですけど、早々ともう浜那須クラブで買ったイロハスはなくなりそうです。17728。はい。まあ先ほどの、新函館北斗に至る駒ヶ岳周りの線路と違って、ここそんなに本数ないので、残念ながら踏切の明動シーンは、ここの踏切ではお届けできません。では次の踏切に行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。